さあ、それではここからは東北の絆のコーナーです。ここからは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りいたします。今日の東北の絆、仙台すずめ踊りをご紹介していきます。今日のラジオの絆、そしてその後11時からは FM 戸塚イベントナビゲーション、今日も川原まなみさんとあゆらやよいでお届けいたしますイベナビなんですが、その中でも郡上踊りを取り上げます。岐阜の郡上踊り、戸塚の大踏切広場で5月の最後の土曜日にみんなで踊るわけなんですがね、まあ、5月は映画の月でもあるというお話をしましたけれども、私にとっては踊りの月でもあるなと思っています。仙台の青葉祭りのすずめ踊り、本番が5月20日21日土曜日日曜日ということでね、仙台に行ってまいります。戸塚まですずめ踊りをご披露しに来てくださった祭り法山の皆様に、今年も会いに、去年も行ってきたんですけどもね、お邪魔しようと思っています。そして27日が郡上踊りが戸塚で繰り広げられる。郡上踊りの本番はもちろん8月9月の、まあ、その踊りということに、岐阜の踊りということになるんですけれどもね、こうやって考えていくとね、まあ、踊り場という地名も戸塚にはありますしね、猫が手ぬぐいをかぶって踊ってたという民話もあるぐらいで、この踊りに縁のある5月になりそうだなというふうに思っています。さあ、仙台青葉祭り、祭り法山の皆様と3月に来ていただいた時に撮った写真、これを大切にしながらですね、海老蔵さんご一家に、これはあのニックネームなんですけどもね、ご家族揃っていらっしゃって、素晴らしいすずめ踊りをご披露してくださった海老蔵さんご一家にもお会いしてこようと思っています。さあ、皆様もいかがですか。仙台近いですよ。そして東北の今をご自分の目で見てくるというのもいかがでしょうか。今日も東北の絆、私の後ろには東北全図を張り出しまして、東北を忘れないために1週間に一度このコーナーをお届けしている東北の絆、そして今では熊本の絆と題してお届けしています。さあ、仙台青葉祭り5月20日21日この仙台のすずめ踊りは慶長8年1603年に仙台城の新築移転の儀式の宴席で、大阪府堺市から来ていた石工たちが即興で披露した踊りに始まると言われている。小気味よいテンポ、躍動感あふれる身振り、伊達家の家紋が竹にスズメであったことは、跳ね踊る姿が餌をついばむスズメの姿に似ていたことから、スズメ踊りと名付けられたわけです。長く伝えられることとなりました。しかし、石工たちによって踊り継がれたこの踊りも継承者を失い、わずかに残った石工たちにひっそりと受け継がれるだけとなっていました。仙台青葉祭りでは途絶えかけたこの伝承を続けるため、伝承者黒田虎尾氏の指導を仰ぎ、すずめ踊りを復元しました。それが昭和62年仙台すずめ踊りとしてコンテストや講習会を開いたのがスタートです。つまりこの形になって30年、ね、そしてもう最初は1603年ですから、もうね、400年以上ということになるわけですね。仙台すずめ踊りはすずめ踊りの原型をとどめつつも、たくさんの方に楽しめるように練り直されています。400年の歳月を超え、新しい仙台の祭りにふさわしい踊りとしてよみがえりました。もうこれをね、みんなで見て踊りたいというね、
方たちがもうたくさん訪れるんですよ。過去最高の147のグループ、参加者は4000名を超えています。全国区となったこの仙台すずめ踊りを見たいという声が全国から多数届いています。宵祭りの定禅寺通りの練り歩き、まあ、これが素晴らしいです。宵祭りは20日土曜日1日目となります。定禅寺通りという、ね、大きな通りがありますが、ここで、ね、たくさんの流しを見ると本当に素晴らしいんですが、1時35分から、そしてすずめっ子というちっちゃな子どもたちが踊るお祭りもあって、さらにまた夕方17時25分からはすずめ飛び入り流し踊りが続けられます。さらに21日日曜日の本祭り、この本祭りでもさまざまな催しが繰り広げられます。市民広場で市民広場ステージがあったり、さらに仙台消防はしご乗り隊の皆様、7つの消防団が仙台にもあるそうでね、その皆さんがはしごを登り隊でご披露してくださいます。さらに仙台木遣り、青葉祭りで復活した木遣り、この木遣りの様子も見ることができます。それから去年は見に行ってね、素晴らしかったんですが、伊達園っていうんですね、伊達政宗の伊達に、ご縁の縁と書きますが、糸編の、ね、縁と書くんですけれども、タイムスリップしたような街並みが再現された江東大公園という名前の、ね、公園があるんです。そこで伊達園が繰り広げられます。伝統工芸の職人を招いたり、そして体験できたりするブース、あとはお笑いや落語が楽しめる青葉寄せ茶屋など、そして、企画出展などもあるというね、江東大公園、これは20日の日の土曜日も21日もお昼から、夕方まで、そして夜まで行われています。その他に復興祈願山鉾も繰り広げられます。5月13日から20日まで仙台宵山鉾が繰り広げられ、復興祈願山鉾巡行が20日土曜日の19時から20時まで定禅寺通りを練り歩きます。震災からの早い復興を願って、夜の巡行を行う3期の復興祈願山鉾、一目見ようと観光客が増えています。亡くなられた多くの方々への鎮魂と震災を風化させない希望の灯火となることを願って行います。私は行ってまいります。時代絵巻巡業というのもね、すごいんですね。馬もやってきてね、そこに乗っている伊達家18代ご当主伊達、安宗氏など、さまざまな、ものがですね、こう練り歩く、そしてみんなで踊るすずめ踊り、チュンチュンって踊る踊りが本当に素敵です。可愛いです。あでやかであります。東北を思いながら、私は20日の日、少し遅い時間になりますけれどもね、仙台に駆けつけて仙台すずめ踊り一緒に踊っていきたいと思っています。また報告をいたします。今日の東北の絆のコーナーでした。東北の絆は税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。